ついな、ここは。脱いだらどうだ。お前と一緒にすんな。見られて恥ずかしいってか。貧弱だからな。ちげえし、腹筋割れてるしな。おお、そうか。How's it going, guys? And welcome back with more Final Fantasy 15. We're just about to do some more main quests. Anyway, before I let you guys go, I just want to say thank you all so much for visiting the channel, and it means a lot to me, and I really appreciate all the support. Anyway, I really hope you guys are enjoying the series so far, and with that said, let's go do this. I haven't really seen that many places yet, but so far this is my favorite place to go to. So, we're here. ノクティ様、お帰りなさい。いただいた情報が役立った。さようでございますか。Do we have to talk to him? ありがとうな、タルコット。いえ。Or maybe to Iris?大丈夫？どうしたの？エリス、心配すんな。展望公園からカーテスの大皿が見えたよな。うん、望遠鏡もあるよ。行ってみようか。ああ、痛みがそこと関係しているなら何かわかるかもしれない。So we're heading back to the outlookOh, so I just finished watching Final Fantasy Kingsglaive earlier today, and I saw some of the characters that I didn't have any idea of who they were, and I thought that was really interesting. Like this guy. あれ、偶然。おい、またお前か。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んでる。神様の言葉は人にはわからないからな。頭が痛くなる人もいるかもね。どうすればいいの？それ会いに行ってみる？何か伝えたいんだと思うよ。一緒に行こう。乗るか。行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ、じゃあそれで。 So I saw this guy in the movie as well.俺の名前すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んでよ。車で行くからさ、みんなで駐車場まで行こうか。俺も愛車で来たんだよ。君たちの車はレガリアだっけ。2台でドライブもいいな。うん、いいね。そうしよう。 If you guys have time, then I recommend you watchKingsglaive. It's a really fun watch, and it'll tell you a lot about some of the characters. I really don't trust this guy one bit. じゃあ、運転手は俺が指名しよう。君、君がいいね。わかったよ。じゃあ、君がレガリアを運転で決まり。よし、準備しようか。 This guy is really sketchy. Thank you.
言っておくけど競争じゃないよ。ちゃんと俺の後についてきて。ついてこられなきゃゲームオーバーだよ。あとくれんでも俺の愛車にぶつけないように。いちいちうるせえな。早く行けよ。ではどうぞ。安全運転で。ガーディナでもあったけどさ、旅行でもしてんのかな。旅行で偶然というには無理がある。奴は俺たちを待ってやがっただろ。俺もそこが気になる。そしてどこの人間なのかも。帝国人っぽくもないけど。と言ってルシス人でもねえよな。正直関わりたくない。でも断ったらカーテスの大皿には入れない。王子はどう思う？あのおっさんをよ。ああ、ただの変な中年としか。だよね、俺も同じ。とりあえず最初の作戦通り。やばければ戻るだな。ノクト、頭痛は平気か？今は平気だ。たまに来る。運転中にひどいのが来ねえといいな。やばかったら止まってね。この先にシルベはあんのか？っていうか野宿すんの？どっかでちゃんと休もうよ。野宿でちゃんと休みはいいだろう。せめてモービルキャビンでしょ。外のどこがそんなにいいの？自然の中だってのがまず最高だろうが。時間にも追われねえし、勝手気ままにやれんだろ。そのあたりはノクトも気に入っていそうだな。結構性に合ってる。ハンター仕事を甘く見るわけじゃねえが、あの生き方は羨ましいとも思うぜ。俺はハンター無…今日はここで休むか。おい、目的地はどうなったんだ？焦らなくても逃げないよ。そういう答えは聞いていない。これさ、5人で旅行状態だよね。ないわ。ひとまずテントを立てるか。いや悪いけど俺外大嫌いなんだわ。金は俺が出すから、あっちのモービルキャビンで休もう。いいね、なんか旅っぽい。旅ですからね。Okay, let's go here. Hold on a sec. What's that? I'm going to go to the next one.伝えたいことが終わりだと聞きましたが、周りに痛みで動けない人がいたら教えてください。私がそこへ向かいます。必ず助けます。カンナギの使命です。いいね、立ち止まりません。やがて世界は彼女に導かれていった。協定の成立については、争いが静まれば苦しむ人が減る。どこへ向かわれたんだろうな。何も心配はいりませんよ。少しでも痛みが和らぐと良いのですけれど。ルナ、フレーラ様。命を育みし星よ、人々を闇よりお守りください。申し訳ありません。すぐには無理なのですが、何日かすれば。なんという。
ありがとうございます、ルナ・フレーナ様。ルナ・フレーナ様、今朝村を出て、ようやく。お辛いでしょう。はい、いえ、本当にありがたいことで。では、始めましょう。町でかくまってやりゃよかったのに。本当だよ。俺ん家来いってな。Okay, that was pretty interesting. ノクト、オートに戻ってからも鍛錬を続けろよ。なんだよ、いきなり。結婚後は世界から注目浴びることになんだろう。え、そうかな。今もそうだけど、あんま気にされないんじゃない。なんだよそれ。今もまだ気にされていないからこそだな。パッとしねえまんまじゃ、ルナ・フレーナ様がお気の毒だろう。ああ、そうか。ノクト、ルナ・フレーナ様にふさわしい男になんないと。カンナギの公務でただのお荷物になっちゃ恥かくだろう。おったく、好き勝手言ってんな。These guys never let up. Good morning. I really don't like this guy.ここから先は簡単には引き返せない。行くのかい？本当に大丈夫？あのメテオを動力になんてよく思いついたな。メテオって普通に近づけんの？巨神がメテオを受け止めた時、一部が砕けて飛び散った。使われているのは周囲で見つかる欠片の方だ。でけえのは今でも巨神が支えてんだろう。ご苦労なこったな。肩も凝るだろうね。その分ダスカ近辺の巨神やメテオへの信仰は厚いと聞く。実際あの下ってのはどうなってんだろうな。かなり暑い場所へ入ることになるが、カメラは大丈夫か？ああ、そうだね。隕石の炎なんて言ったらどうかな。壊れても買えはねえんだろ。車に置いてっか？いや、持ってくよ。せっかくメテオの近くに行くんでしょ。巨神の姿も見えるかもしんないし。写真に収めなきゃ気が済まねえか。置いてって取れないより持ってって壊れる方が後悔しない。かっこいいなって思うと思ってる。ああ、頑張れ。 That was really funny, Prompto. イグニスのメガネって熱は平気なの？おそらく問題ないと思うが。まあ、ダメになってもそんなに困んないだろう。極端に悪いわけじゃねえしな。え、そうなの？まあ、ないと何も見えないわけではないんだ。だったら普段撮っとけば。いや、そこは違うんだよな。はっきり見えねえと気分が悪いんだと。まあ、ぼやけているのは好きじゃない。はあ、やっぱきっちりしてんだね。イグニス、運転席以外って気分どう？恐ろしい。恐ろしいのかよ。昔の王子の運転を知っている身としてはな。そりゃどうも。本でも読んでろ、気が紛れるぞ。あ、そうだな。だが今はいい。だいぶ不安なんだね。ついたよ。嘘じゃねえだろうな。俺はいつ嘘ついたかな。基本嘘っぽいっていうか。ま、信用ならねえな。おーい、俺だよ俺。ここ開けて。え、開いたし。ほら、一緒に来てよかったでしょ。こう見えて俺顔が広いんだよね。神様はこの先にいらっしゃるよ。帰るの？無事に君たちを送り届けたからね。それじゃご機嫌よう。 Don't like that guy. I can't stress it enough.
奇妙な男だったな。できれば二度と会いたくない。あ、すっごい嫌ってるね。These guys are so funny. These guys are killing it. あの人って神話に詳しいのかな。結構知ってる感じだよな。この先に行けばいいのか。封鎖までして何してやがるんだが。遺跡か。あれ、一体何？王の墓がこんな場所にあるとは。お力を借りてかねえとな、王子。ああ、そうだな。でけえぞ。危険だ、離れろ。なくそ、止まったか。ほらよ、上がれ。目覚めのようだな。こいつが俺に何か言ってんのか。大丈夫？ノクト無事でいるようだな。上がってこられるか。いや、こっちに道がある。先行ってるわ。降りられる場所探せ。分かった、俺たちも進んでみる。無理はするな。ああ。どっから行くの。勝手に突き進むんじゃねえぞ。しっかりついてこいよ。And we're about to... I know what we're about to do, really. Don't get too excited. Don't stimulate too much. You're so loud. You should listen carefully. I've heard that many times. I think it's a good idea to hurry it up. Hurry up!
ギリギリの幅だな。早く行けって。のんびりすんな。さっさと行きてえんだよ俺は。シャレになんねえな。早いとこ渡っちまうぞ。ノクト、ついてきてるか。なんだ。What the heck, Titan? We're friends here. 教師、お前。話すんのは後だ。渡りきれ。くっそ、早く。先には進んでる。焦んな。Look at how huge his fingers are. もう少しだ。急げ。なんで。大歓迎じゃねえか。早く話がしてんだろ。相思相愛で何よりだ。行くぞ。We're gonna have to leg it, guys. どんだけ歩かすんだよ。いい加減にしろ。ちった落ち着け。なんだよお前は。王家の人間じゃねえのか。I would say sort of. 王家の人間だよ。だったらなんだ。嫌ってほど自覚してるわ。自覚してねえとは思ってねえよ。だがな、さっきから何度も危ない目に遭ってる。俺も気が張ってんだよ。アミシティア家は言ってみりゃ王の盾だ。盾として王を守れ。ガキの頃から教え込まれてんだ。俺なりに消化して納得して誇りに思ってる。頭痛もあって集中できねえんだろう。忠告くらいちった聞いとけ。分かったよ。 Thank you for the buff.いきなり悪かったな。行こう。あ、一人で進んでんじゃねえってのは忘れんなよ。グラディオ、お前さんには感謝してる。気ぃ使うな。あ、電話鳴ってねえか。エグネス、大丈夫か。気をつけろ。帝国兵が見え。キルト、帝国兵を見たっぽい。はあ、あれそうだな。ようやく着いたぜ。わかってる。The sniper first.
おい、聞いてやったぞ。わかんねえよ。俺は遊びに来てんじゃねえぞ。おいおい、マジか。マジかよ。マジかねえか。おい、what the hell, Titan?Welcome back, guys.
out of here. This is my fight.略してなかったんだよね。アーデン・イズニア。本名帝国の最初。そうなんだよ。でも今はさ、助けに来たんだ。ここで捕まえたりしないって。どうする？選択肢は2つ。生きる、なんだよ、死ぬの。とりあえずここでは死ねない。行こう、いいな、ノクト。わかった。Yay, we can summon Titan now. について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は上院式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はオート内での生活の支援も続けていると強調しました。前日までダスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について、
帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。台車もねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。何かを伝えに来たのか。ケンティアナ。成績を背負いし王よ、雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためにカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとに。ルナ・フレーナは右傾を終え、紅葉の弓輪とともにスイートにて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。Still rolling along sounds like a good answer, but let's just be nice, I guess. I received a blessing. Thank you.俺は無事だって。待たせて悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルは王都にあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナ・フレーナ様の元にあるなら、ひとまずは安心だな。
お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ、これ。